俺は何もしてない。タイムリミットは2週間。白血病なの。娘の命と無実の罪。包丁にはお前の指紋しかなかった。そんな嘘だ。俺は生きるために逃亡する。過去を捨てた男が初めて出会った白血病の娘。パパだよね。そうだよね。パパじゃないってよ。俺はあなたの骨髄が適合したの。いきなり殴られて。じゃあなぜあの場所にいた。あいつのことで話がある。勇気大地。8年前のあの男がまた逮捕された。大丈夫？何かを掴んだんじゃないかと。ただ愛する者を救いたい。人生をかけた男の逃亡劇が今始まる。 2Weeks 16日火曜夜9時スタート。俺は生きるために逃亡する。